皆さんこんにちは。 OB クラブ公式 YouTube チャンネルセノンプレゼンツベースボールペディア、3月は打撃祭りです。そして今回は立浪さんに来ていただきました。お願いします。はい、お願いします。はい、立浪さんです。はい、お願いします。私の3つ下なのかな。立つで、そうですね、立つでいいですか。はい、あ、じゃあ立つでということで、はい、では今回は、打撃祭りということで立つに、まずバッティングの中で、はい、まあ、一番大事に思っていることっていう、どういうところをこう考えているかっていうところをちょっとお願いします。まあ、自分はタイミングですかね。来た。やっぱりタイミングが取れないとやっぱ振れないという、また見極めもできないと思うので、タイミングって、まあ、教えられそうで一番教えにくい部分でもあると思うんですけども、今回中日の臨時コーチとして、そうですね、まあ、キャンプ行ってきたんですけども、やはりタイミングをなかなかうまく取れない若手の選手が多いなという、まあ、そういう印象を受けました。ね、あ、やはり前回ベンチャーもそうだったんですけど、ね、やっぱ一番大事なのはタイミングだというところから入って、はい、僕もコーチ時代やっぱタイミングってすごい大事だっていうのは、はい、教えようとしても教えれないですよね。そうですね、それぞれ構え方とか、すべて足の上げ方、指導の仕方違うので、教えにくい部分ではありますよね。一番難しいタイミングの取り方っていうところでね、はい、まあ、そのタイミングの取り方っていうところで、じゃあそこまでに行く準備だったり構えだったりというところで、はい、タツがどう思ってるのか、はい、またお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、タツは、構えからどうやって、はい、タイミング取ってたのかっていうところを解説をお願いします。はいはい、まず構えるときに自分は、まあ、打席の中でまずこうやって軽いワックルをしながら、上半身は極力力まないように、まあ、動きを入れながら構えるんですけども、その時に、まあ、それぞれ足幅は違うと思うんですけれども、まず下半身をしっかりと作ります。自分の場合は用意どんでこういうふうに構えずに下半身を作って、ある程度ここの腰の上ですかね、をちょっとまっすぐに保つようなイメージで、首の位置をしっかり決めてから最後に自分が構えやすいところに、これがまあ一番まっすぐ立てる構え方じゃないかなと思います。それをこうやってワックルをしていっぺんに構えますと、どうしてもこう背中が丸まったり猫背になったりですね、まあ、そういうことがあるので、自分は動かしながら足を作って首の位置を決めて最後に手を構えやすいところに持ってきます。その時によく今こうやってすごく手のひらで握る人がいるんですけども、自分の意識は第二関節を揃えるぐらいですか、揃えるぐらいで構えると、もう本当にちょっと力みなく、まあ、動きやすいようにですよね、ヘッドを動かしやすいように構えれるんじゃないかなと思ってます。で、今度は指導に入る時ですけども、まあ、練習でティーバッティングを投げてもらう時に、投げ手の人がこうトスをしてくれる時に手を引いた時に自分も引くと、で軸足に乗して待つで、ステップして振り出すわけですけども、子どもたちを教えてて多いのが、投げ手の人が引いてボールが来てからってこう打ち出す人が多いんですよね。これだと緩いボールだからもちろん打てるんですけども、今度これがピッチャーとバッターの距離になった時に、ピッチャーが足を上げて手を後ろに引いた時に、だいたいイメージは自分も引いて待つようなイメージですね。で、待って今度は自分のポイントまで呼び込んで打つと、まあ、至ってシンプルなんですけども、まあ、その時によく間という話が、まあ、出るんですけれども、指導っていうのは早い方がいいと思うんです。ただ指導が早くてボールが来る前にピッチャーの方に流れていってしまうのはダメなんですよね。だから指導は早くても軸足に乗ってここで待てる時間ですよね。そして足をゆっくりつく、淡白に一定のリズムでつく人は会った時しか触れないと思うんですね。そうではなくてゆっくりつけるかどうか、ここでボールを呼び込んで打つか打たないかを見定めるところなんですね。そこがすごく大事で、自分は
ステップするときに意識していたことは、できるだけ親指の母指球ですかね、母指球からステップするようにイメージすると、ゆっくりつけますし、軸足に乗ってこう前に攻めていけるというようなイメージですかね。でよく軸足に乗せろと言いますと、足上げて例えばこれここから押されると簡単にこっちに行くんでは、これ乗りすぎて前に入っていけないんですよね。今回タイミングを取るのがうまくいかない選手にやっていたのが、一回前にステップをして、で今度軸足に乗して、この軸足を見てもらって分かると思うんですけど、こういう動きをすることによって乗りながら常に前に攻めていける軸足っていうんですかね。でだから意外とフリーバッティングでもこの動きながらこうやると、ここの時間が長くなっていきなりいい当たりが結構若い選手出ていたんですよね。ただこう動きながらだとできるんですけど、今度止まった時にその動きができないっていうところで若い選手が悩んでいたので、例えば高橋由伸選手ですか、打席入る前に必ずネクストサークルか打席入るところで必ず一回こっちにステップして、ここで止まってこういうふうに振っていたんですけども、あの動きはやはり考えてやったのかわからないですけども、すごく理にかなった動きじゃないかなというふうに思います。であと例えば自分は現役の時足上げて打っていたので、止まった状態から全く下を動かさずに足上げますと、こういうふうについてしまうんですね。で中日同じ時代にプレーしたの井端選手とかは、もちろん右打ちですけども、打席の中で、この動きですよね、ステップを細かくしながら最後指導するときは必ず左右ってこう軸足に乗せるんですよね。そうすることによってここがこう長くなるわけです。それを止まったところから足上げると、こうバタってついてしまうか、受けすぎてこう前に入っていけないか、ここがすごく自分はタイミングで一番重要なポイントと思います。で自分はイチロー選手に一回日本で開幕した時ですかね、一番バッティングで何を気をつけてるんですかということを聞いたことがあるんですけども、その時に彼が言ったことは、とにかく、こういう構えですよね、構えてこの右足をこのつく、このここでボールを探る時間っていうんですかね、そこのステップのつき方を一番重要視してます。ここがやっぱり安定した成績を出せるかどうか、スイングは別としてですね、ボールを呼び込むまでの形が、ここが一番前足が重要なポイントじゃないかなと思います。っていう部分ですね。よくまあまあっていうことを言われるんですけども。